西洋夏雪草もそこから由来する。花からはアスピリンが採取される。鎮痛、下熱などに効能を持つ。ストローイングハーブとしても人気が高く、ストローイングハーブを用いることが状態化していた、エリザベス王朝時代では使われる頻度の高いハーブであった。他にも、香料や染料、茶などに利用された。茎は1から2メートルほどまで伸び、茎には、 赤みがかった紫のシワができる。葉は暗い緑色で下部の方は白っぽく柔らかくなっている。葉う状ょうに滝に分かれ、いくつかのノコギリ状の小葉を先端につける。先端は3つから5つの切れ込みを作り4から8センチメートルほど伸び、密集した白い花の房が不規則に派生する。花の付き方は週3カ所で、咲く季節は6月から9月初頭。 時々葉の中央脈からオレンジ色のカビが隆起してくることがある。フィリップンドラはラテン語で糸を意味するファイロムとカスイという意味のペンドヤラスに由来する。デュマリアはラテン語でニレ属を意味するウルマスに由来する。これは西洋夏行き草の新緑の葉がニレに類似していることが理由である。ハーブ学名語源辞典、126ページハーブ。 学名語源辞典、126ページハーブ、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 学名語源辞典、126ページ。ありがとうございます。